三番論破、V3 って結局どこまでが嘘でどこまでが本当だったの？に対する反応集を紹介していきます。それではご覧ください。結局どれが真相なんだ？とりあえずプロローグのキーボ君は人間だったよね。フィクションであることの根拠がコスプレしかないような。リアルフィクションであるということもだいぶ怪しい。でも仮にリアルフィクションじゃないにしたって、外の記憶は全くないってのは変わらんよね。今ある記憶通りだと外の世界滅んでるって記憶しかないし。これだけは本当にきつい。少なくとも元の自分の記憶じゃないのは確かだし。結局オリジナルがどんな人間かはわからないままなんだな。結構きついよこれ。どの道どういう真相であっても記憶いじってるのは変わらないのは怖い。少なくともあの舞台を作った連中は健在なんだよな。無事にお外行けるんですかね。記憶いじられて殺人鬼やメス豚にされるの。悲惨ってレベルじゃないな。超高校級の模倣犯ってポロッと言ったところから考えると、まだ絶望とか結局いそうな。プロローグだけは真実だと思いたい。だとすると黒幕さんがお辛いことになるけど、黒幕も記憶いじられてああなってる節があるよね。プロローグ見ると。こんなリアルフィクションに自分から応募するやついねえだろ。ってのがまあそうだねってなる。じゃあ元の記憶戻す手段ないままか。もし取り戻した記憶がマジモンならゴフェル計画も事実ってことになるから。どっちにしろ積んでる。ゴフェル計画周りだけが後付けだと考えればまだ救いがあるか。どうあがいても絶望。少なくとも黒幕だけは最初からクソ女だと思っている。また希望絶望かよもういいよってなってからの。あの展開とラストはすごい好きだから絶対続編も外伝も出さないでほしい。リアルフィクションが嘘なのか、オーディションだけが嘘なのか、スタッフでも別れてるって言葉で、何も決めてないんだな、決めるつもりもないんだと思った。リアルフィクションが嘘なのか、オーディションだけが嘘なのか、これをはっきりさせる気はないんでしょうね。小高の中では決まってるけどスタッフ内で賛否両論だし、テーマ的に明かさない方がいいって判断やからね。同じ世界の続編を出すでもない限り、決める必要はないしね。よく弾丸論破のプレイヤーを小高は侮辱してるとかいうの聞くけど、スタッフ内で賛否両論あって悩みの末に、こういう謎が謎を呼ぶ終わりにしたからそういう意図はないと思う。てか小高さん自身が一番弾丸論破ファンだしな。公式で決めないことを決めてるって何度も言ってる。資料集、インタビュー、ツイッターから、自分の中の答えがそれで正しいでいいんやで。どれが正しいで喧嘩することない？どう見えるかだ、この世界に絶対はない。そうとも言えるしそうでもないとも言える。てめえの信じたいものを信じろって桃田も言ってるしな。一語にもなかったことにされたって意見があるけど、俺も桃田を信じるわ。あの黒幕の言ってたことは絶望を誘うためのでっち上げで、超高校級だろうとなかろうと学園を出た先には希望が待っている。そう思うことにしてる。そもそも毎年一回やってるって仮定しても約50年後の世界でしょ？実際にあったとしても、日本の歴史みたいに架空の話としてアレンジされたら、それはフィクションになるってだけだしな。織田信長が女体化する話が出ただけで、織田信長がいなかったことになんてならんのと同じだと思ってる。V3 はゲームの中かもしれないが、1にはフィクションではないと思いたい。スターオーシャン、大丈夫や、意外とシリーズは続くで。君は別にフィクションだったわけじゃねえでしょ。君は3以降の世界が描かれないからあんまり大丈夫だと思えないな。そこは特に疑ってないけど仮にそうだとしてもそれはつまり、V3 は弾丸論破がフィクションとして存在する、1と2とは別世界の話。って考えるかな。V3 の世界で1、2はフィクションという認識。北斗の拳世紀末ドラマ撮影伝の世界で、北斗の拳がフィクションなのと同じ。デジモンアドベンチャーとデジモンテイマーズだったり、ガンダムシリーズとガンダムビルドファイターズだったりと、普通にシリーズものとしてはあり得るパターンなんだよね。1、2はフィクションではなくて事実だけど、それが時代とともに誇張や脚色されたのが、3内における1、2だと思っている、三国志と三国志演義のような関係。そもそも1、2がフィクションだったとしても、それが無価値になったわけじゃないんだよね。俺たちにとって弾丸論破シリーズがフィクションだけど無価値ではないように。全部嘘で全部本当だよ。どっちかわからないからドキドキして面白いんだよ。曖昧だからこそ好きに考察できるのはあるよね。大好きだし今でも V3 が最高傑作だと思ってるけど、当時あまりにも荒れまくってて悲しかったな。大半が6章前半までは最高に楽しんだ上で、後半ですんってなった口だから、民主主義的にはもうそりゃ当時ボロクソだったな。Y も同じや。評価ががっつり二分されてるのを見て、
なるほど、制作者の思惑通りなんやな。って思って納得はできるけど、やっぱ良作として評価されてほしい。俺も V3 が最高傑作派。V3 に、無印の順に好き。2や無印が V3 に劣るというより、ナンバリングが進むごとにあらゆる要素が進化してるっていう印象だな。ガンダムビルドファイターズ的な世界観かも。視聴者の誠くんがいるから、それがフィクションという証拠になってるのがな。そういえばあいつのこと認識してるのってプレイヤーだけか。冷静に考えると、あの年齢の子が、前後13作にわたるシリーズの最新作を追っかけてると考えると、めちゃくちゃな人気よな。わからない俺たちは雰囲気で談論を楽しんでいる。この作品はフィクションです。が、この作品の感情は紛れもなく本物です。イルマちゃんのおっぱいの大きさは本物だよ。一も二も目先の問題は解決したけど、この後結局どうなるのかわからないエンドを繰り返してるよね。根本的な問題が解決してしまったら続編が作れないからね。まあ続編が作れるかどうかなんてその時点では誰にもわからないから、決着がついたんだかつかないんだかで終わっていった作品のなんと多いことか。この後どうなるかはわからないけど、それでも僕らは希望を信じて生きていく。って結論で一貫してるからね。談論のテーマってそれだしな。悪趣味な裁判やお仕置きは絶望を出す過程でしかなく、そこから這い上がることに意味がある。次回作は出てほしいけど V3 の結論は出さないでほしい。あのシステムで過去作とのつながりが一切ない新作がほしい。メタ的な仕掛けでプレイヤーびっくりさせるっていう、弾丸論破シリーズの流れをちゃんと尊重して、それでかつシリーズをちゃんと終わらせに来たから、すげえ好感持てたんだよな。まあ俺があんまりキャラ萌えに比重置いてないから、こういう感想になるのかもしれんけど、評判はどうあれ気合を感じて良いタイトルだった。とりあえず最終学園が、ザ・ビッグ・オーのパラダイムシティのオマージュっぽいのはわかる。春川の研究教室に暗殺者 RD の赤いレインコートあるし。個人的にはその解釈が一番しっくりくる。どういう設定なのか、どこまでが本当でどこまでが嘘なのかわからない上に、買ってくれた人をバカにするようなことするから人気がガタ落ちになったな。3はわかるけど V3 で人気ガタ落ちはちょっと、あとあの終わりを人をバカにしてるって感じるのね。まあそれは人それぞれだけど、本気でプレイヤーをバカにして作ってるなんて思ってる人はいないよね。いる？6章裁判の評判悪いけど、一連のコスプレシーンとかニコファーレとかは、半分は本気でファンサービスでやってそうなんだよな。路悪的というか尖りすぎててついていけない脱落者が出るのも致し方ないが、最後だから主人公だけでなくついでにプレイヤーへも試練を与えたのでは。おまけモードの充実っぷりを見て、スタッフがユーザーを楽しませようとする気持ちは伝わると思うんだが、多くのプレイヤーは一度プレイしたらやめるし、あの展開だとなおさら冷や水ぶっかけられた感覚で終わるんじゃない？というかアニメの3と V3 の最後で、言ってることやってることに一貫性がないどころか、麻薬を言ってるのが余計に評価がしづらい原因になってると思う。これでバカにしてると思うのって、サイゼで喜ぶ彼女を叩く人並みに意味わからんのよね。プレイ中は間違いなく面白かったし楽しんだけど、嘘の範囲が広すぎ&何でもありすぎなせいで、こういうクリア後の考察が虚無なのよ。確定情報がなさすぎるからな。過程に過程を重ねても妄想にしかならんから考察のしようがない。考えても答えが出ないというより、考えても意味がないって感じなんだよな、V3。あえてそうしたのはあると思う。好きなように受け取れるのに、自分に都合の悪いように受け取って文句言うとかロボよりポンコツかよ。しゃあないゲームである以上プレイヤーの受け取り方は勝手なんだ。それが好きに受け取ってくれって答えがないもので、さすがにそれは読解力がなくない？とか論争できないものとなるとなおさら、少なくとも俺は後から削除したらしいが、Twitter で、自分から参加は嘘って言っといて、学級裁判でそれは違うぞ、ってことだま打たせてくれなかったのは、なんでやねん、とかいろいろ思うところあるし、もう次作る気ねえしどうでもいいと思ってるよ。謎の人物、もう次作る気ねえしどうでもいいと思ってるよ、わらわら。小高さんが何回かプロローグを見たらわかると思います。みたいなこと言ってるから少なくともオーディションは嘘なんかなと思ってる。終わりでん。ってなったけどキャラは好きだから V3 自体は良作だと思ってる。個人的にはラストでスタート画面に飛ばされる仕様とか、何もしないのが正解とか、システムを逆手に取ってるのすげえってなった。怒る人の気持ちもわかるけど、最終学園は電脳世界で、生徒は応募者の考えたキャラ設定を元にしたアルターエゴ。っていうのが一番納得できるかな。自分はあなたの考えたキャラが弾丸論破に登場。
生き残ったキャラは特典として次回作にも出るよみたいな企画。自分も似たような説考えたことあるけど、少なくとも側が自分の売りキャラの殺し合いが、全国放送されるのに耐えられる人間が、オーディションナンバー3桁いくくらいいるって考えるととんでもねえよな。そのレベルで傾倒してたあの世界の視聴者たちに、サイハラたちの訴えは響いただろうなと信じたい。あるところで見た考察だけど、弾丸論破3後に、超高校級のアニメーターが苗木たちに取材して弾丸論破を作成し、世界復興後に大人気になって、やがて V3 が仮想空間内で始まったのでは?っていう説が面白かった。そもそも4章でもモノクマのプログラムはあるものを参考にして作ったって発言も、弾丸論破が作中世界に実在してないといろいろ矛盾が生じるし、人の命が実際に失われた出来事をモデルにして悪趣味、と思ったけど世界大戦を元にした FPS とか、核戦争後の世界で核爆弾撃って100発するゲームとかあるし、そんなもんだな人間って。1、2が好きだから V3 プレイ当時は結構ショックだったな。今はあれもありって受け入れてるけど、ただ、ああいうオチの付け方をした作品で、その後もキャラクター商売、グッズやトリロジーでのスゴロク、続けてて、でそれが多分一番反則効果あるっぽいのは皮肉だなと思ったりはする。名は手を表すの通りゴミだった弾丸論破53。なるほど、説得力ありますね笑い。個人的に、ワンツーの頃からかなり時間過ぎて歴史になっている時代だと思う。